カスラナの成婚の意思だ。ケビン、私に他の選択肢はない。君は彼女を助けられない。結局君たちは崩壊のことを何も知らない。だがお前も自分の子孫のことを何も知らない。今まで私はお前と同じように冷たい傍観者として機械的に使命を果たしてきた。お前の宿命と彼らの無力を嫌っていた。カスラナの名を失った彼女に出会い、運命の中でがむしゃらに進むその意志に触れて、私はやっと自分の愚かさに気づいた。ケビン、お前の子孫は誰かの駒でも、あってもなくても変わらない命でもない。お前が彼らを死なせる理由は一つもない。覚悟しろ。君はゴーマと向き合う。しかし、それさえも受け入れられないなら、彼らの意志は何の意味もないうめきに過ぎない。無意味。やっぱりだ、聖魂の管理者。結末が来る。そろそろ君の使命を終わらせよう。この無意味な戦いを終わらせよう。ケビン、今何をしたの？それは重要ではない。まず君自身に関心を向けた方がいい。その甘さは、かつて僕たちは全力を尽くし、終焉の前で取るに足りないほどの半日を手にした。あの短いような長いような時間の中で、僕たちが唯一守れたのは君たちだ。結末が来る。時間はここで止まる。悪くない出来だ。5万年前であれば、君はあの終焉の戦いに参加できただろう。ただ、
今の成婚計画に余計な変動は必要ない。そして実力がかけ離れているこの戦いもこれ以上続ける意味はない。これでお別れだ、テレサ。